や。
終わったか。フォークはこの辺りにいるはず。油断しないで。変ね。ブラッドシャットがファイアフォークを愛して襲撃するなんて。でもそれなら後続部隊のためにアジトまで何か道しるべを残しているはず。まあ悲鳴を追うっていうのも手だけど。と挨拶させてもらうぜ。おい、邪魔すんじゃねえ。これはブラッドショットとファイアーオークの戦いだ。ファイアーやろうが。やつを捕まえて、今まで見逃さない。叩きを取ってやる。蝶を引っ張り出して、そいつで吊るし上げてやるからな。なんていうか。何具体的ね。お前の
リアホークは長いことブラッドショットにちょっかいを出してきたけど、今までこんなに大規模な報復はなかった。今になってどうして。よし行け、あのバトに俺らを舐めちゃるとどうなるか思い知らせてやるんだ。野郎の口にてめえのクソをねじ込んでやれ。汚いな。面白い反応ね。気分爽快だね。ホークがローランドを捕らえたと思ってるのか。噂じゃ
やつはバントの俺のことは遠くに立って耳に響くわ。ジュースみたいなものが好きらしいな。だがまあローランドは無事だろう。なぜならあいつはおっと秘密をバラしてしまうところだった。紛れだ。一つ言っておこう。万が一ローランドを救出できたとしても、クリムゾンレイダースがこの世から消える日はそう遠くない。君にヒントをやろう。私の秘密とは、レジスタンスが滅び、私の笑いが止まらなくなる内容だ。弾なんていらないね。いい気分だ。
いい加減にしなさい。どっちが強いの？始末っと。
泥を舐めろ。おとなしくしなさい。やめれ。ペシャンコにしてやる。いつでも殺す。じっとしてて。なんで俺飛んで。さようなら。バズったにしてやる。フォークのアジトよ。罠が仕掛けられているはずだから気をつけて。
ッグ、何もかも引っかからないように注意して。死ぬまで息を詰まらせて、マップルソースがヒリヒリする。黙れ。中に入ってきた。信じられない。エクストリーム、信じられない。エクストリーム、せいせいした。近づいていく音だ。人類の進歩への秒読みだよ。うちは高品質で低価格、無条件で売りますぜ。調子に乗っちゃいけません。
乱れると足も困りますんでね。